よーお前ら、昨日の超ゴマパレードのガチャを引いた動画を見てくれたやつならわかると思うんだけど、エムプースター新ゴマね、2匹当てちゃったんだよな。ってなわけで今日はね、早速エムプースター使ってみた動画上げていこうと思います。今日はね、10日の方、特殊ダメージ毎ターン1000、10枚以上で1000ダメージの特殊をずっと投げ続けるあいつね、あいつをシーズンマッチで使っていこうと思うんですけど、今日はね、無補正といえばオセロニア大マスの人、大体8割ぐらいの人は思うんじゃないでしょうか。そうです、メフィストですね。晴れてね、スキルバッジが外れてメフィスト毒がまた700に戻りました。先月はね、ヒカキスを使ってたんですけど、メフィストにすることによって結局10ターンで1500の差がつく。メフィストとヒカキスを1500っていうとね、ちょうどあれだな、こいつ3手目に、高校3手目に意識を投げた時のコンボが発動して1500出る、あのぐらいの感覚ですね。あれがね、1回分タダで起きてんだ。ヒカキスとかメフィストかの違いで噛んだわ。ね、エームプーサね、このプーサっていう綴りを見たらね、もうね、プーサしか思い浮かばねえんだよな、俺の頭の中では。もうね、アンパンチャンネルの動画で多分一回も言ってないと思うんですけど、俺ね、結構プーさんが好きで、LINE の待ち受けとか、待ち受けというかカスタム、プーさんにしてるんですよね。まあそういう余談を置いておきまして、このプーさん入りメフィデッキでね、今日はやっていこうと思います。本当は多分ダーシェの方がいいのかな、神タンが多い環境なら。ただ、今月メフィストが戻ってきたんで、本当に神タンが多いのか分かんないですよね。神タンが多ければこいつよりも多分ダーシェの方が強いんですけど、神タンがいなければね、結局こっちの方がダメージがアドが取れるんで、エムブーサの方が強いと思います。しかもね、エムブーサだとサマーピリキまで剥がせるんだよな、安いダメージで。でワンチャンでジルドレが入るかもしれないですけど、アレスとかだと1500なんでね、2000ちょっと返ってくるんですよね。それが痛い。エムブーサならそんなに返ってこない。1400とか1500とかそのぐらいなんで、返ってきても全然痛くないです、変なら。メフィストのね、一番の弱点としては特殊ダメージをね、結構入ってるんで罠を剥がしづらいんですよね。この春とアルカード取っとかないと、後半ねリリデーとか置かれた時にトールとかヴィーナスで剥がさなく なってしまうんで、痛いんですよね、だいぶ。でこいつ置くことによって相手は罠をね、張りづらくなるんですよ、かなり。ずーっと1000ダメージなんで罠基本剥がれちゃうんでね、ライムプーサー、こいつはねメフィストに張ると思います。まあ普通神タンが置ければダーシェだけど、ダーシェ自体はね季節ゴマなんで入手しづらいですよね。最近ちょっと入手がしやすい機会はあったんですけど、まあダーシェね、持ってたらダーシェでもいいですけど、普通にこいつの方が俺は強いと思う、今後においては。さあやっていこうか。プーさんの話で、まあ、余談なんですけど、昔ね、ゲームセンターで、昔ってまあ2、3ヶ月前か、プーさんの人形があってね、こいつそれでって思ったんですよ。そしたらそのプーさんのね、ちょうど股のところに蜂がねついてる人形があって、その蜂がね、なんかプーさんの顔の方、顔向いてて、で羽がねちょうどなんか丸2つちょんちょんってついてて、これ絶対悪意あるわみたいなね。伝わるかな。そう、悪意があったんです。どう見てもね、プーさんになんかあれが生えてるみたいに見えて、あーまああんまりこういうこと言っちゃいけないですけどね、なんか健全なチャンネルを目指してるんで、あんまりこういうちょっと下ネタ言いたくないんですけど、なんかどう見てもプーさんにあれが生えてるなって思った人形があったんですよ。でそれをね、友達とやって、あれはね確かね、そんなに金かかんなかったの、700円ぐらい取って、今もね家に飾ってあるんですけど、まああれはね、どう考えてもその人形を作った作者の悪意を感じまして、どう見てもプーさんにあれが生えてるようにしか見えなかったっていう、特にオチはないんですけどね、そういう話でした。それはね、ゲームセンター俺昔から好きでね、ずっとこのオセロニアとかやる前、まだ俺が就職しかけた頃は給料ほとんど全部ね、ゲームセンターとカラオケに使ってた、何万も。もうゲームセンターで1回行くと1万2万当たり前のように飛ばしてたんで、それがね今全部オセロニアに来てるって思うと恐ろしいことなんですけど、
うん、ラニね。ちょっと待って、話が長すぎてあれでしたけど、ラニか。エムプーサ引けねえな。ここのエムプーサ強いんですよね。ここのエムプーサか次のエムプーサ。なるほど、いいね、いいよ。これもう繋げていいな。うん、別にあのこれ角置かれますけど、これ別にあのアンプあるんで全然 OK です。相手ジェイン切ってるんでね。でバハムート握ってる可能性あるな。ブランジェッタなら別にいいな。どうしようかな。トールここ置いて、次バイスでとどめさしましょう。トール4500出るんでね、これ次ここ耐えれば勝ち。トール取れないんで、相手バハムートでも飛ばないだろう。アステールコンバート寄りのデッキか。まあ勝ちですね。やっぱね、あのメフィスト復活したのはでかいな。強いわこのデッキなんだろう、安定して強い。今 M プーサー使ってないですけど、普通に勝てるな。なんなら S トーロしか引いてないけど、まあメフィストは実質も持ってるんで最初から。いや強いね M プーサーで。ダーシェだとね4ターンで2800までしか伸びないんで、ダメージが M プーサーの方がいいんですよ。あの無法制ね、最近結局エムプーサってシエンティアに入れるのがいいよって多分ネットで言われてて、シエンティアとかメフィスト復活したね、メフィストとか多くなってきたんで、それに比例して吸収パーが多いんですよね。で吸収パーどんどん削っていかないと負けるん で吸収パー倒すにはやっぱエムプーサのダメージも必要だと思います。ちょっとでも多くダメージ出していかないと負けるんでね、エムプーサ引きたいところなんではあるが、これね、あの迷う。ブランジェッタとリリティエ、まあリリティエだな。ブラジェ取ってた方がいいと思う。本当はメフィストの場合は特殊ダメージが多いんでリリティエ 取っといてもいいんですけど、ただ春とかでね最初ら辺剥がされちゃうんで別にいいっすね、リリティエ。なんなら罠の罠じゃない、ルキアの返しのために取っとくまである。あのこっちのブランジェッタの方、あーこれね投げれるのあるカード。ここで罠を置くからリッチか。これリリティなのは分かってるんで、ミサツじゃないもんな。2000で返せるんならまあいいかと。トールでこれが一番痛くないな。なんなら相手トールのコンボ食らいたくないはずだから、一番痛いのはこれでミサトが来ることですけど、まあ多分2枚返ししてこないか、さすがに。あ、ヴィーナス、それ痛くね、普通に強くね。ここで変なの置かれたくないんでミサト置いとこう。おいおい、こっからですね、メフィストの強みは。強いな、その軽いダメージで返せるの嫌だな、ほんときついぞ。アンプ投げても弱いしな、どうしようかな。でもここでヴィーナス投げといて、まあ相手がねここでエンデが出してきたら俺もエンデが投げれるよっていうちょっとブラフかけておきましょう。実際エンデが引けば勝てるんで、多分ミサト4枚返しで。なるほど、これマジきちいな。ちょっと待て、こうだな、一旦こっちで逃げて毒も入れて、ただねエンデがカバイス引かないとどめできねえんだよこれ。あそこで取るだけだの間違いかな。いやー待て待て待て、エンデが引いたけど、うわ終わった。
ルキア、まあ、これは相手が上手かったな。うん、終わった。あー、ルキアじゃなければ勝ってたな。てことはあそこビーナスじゃなくてアルカード投げた攻撃だったのか。でこいつの横に、あーでもどっちにしろトールのコンボ食らってたんで一緒ですね。てかエムプーサは、それではまたごひいきに。引けねえんだけどエムプーサ使ってみたをしたいんで、エムプーサを引きたいところなんですけど、まあ、今回は2つのメインでいきましょうかね。そのネフィストのスキルが解放されてまた700に戻ったよっていう話と、エンプーサーを使ってみたっていうの両方したいんで、まあ今は普通にメフィスト使ったよってだけだな。エンプーサーそろそろ引かないと使ってみた動画になんないんだよな。これなんかミラティブみたいな感じなんで、ただ雑談してさ、頼むぜおい。最近ですね、まあ、飲み物シリーズよく話してますけど、まあ、さすがにねシェイクばっか飲んでると体に悪いんで、最近ちょっと体に気を使ってね、あのウーロン茶を飲み始めたんですけど、ウーロン茶うまいな。俺普通にあれだと思った、ウーロン茶。あのあんまり最近、あの最近っていうか、もともとウーロン茶ってそんなの飲まなかったんですよね。ただ最近飲み始めたっていうか、基本お茶だったやつをウーロン茶に変えたら、あウーロン茶意外といけるじゃんみたいな感じになりました。ウーロン茶か、あの午後の紅茶のあの無糖のストレートみたいなやつ、あれも割とありだった。 OK、 アンプね。そんなに急がなくて、ちょっと待て、エムプーサどこ行った。さっきからずっと言ってんだけど、エムプーサどこ行った。はいはい、相手ルキアがいないんで特に手駒を調整する必要ないですね。あれ俺エムプーサ入れてたっけ。入れてるよな。カリスだったっけ。そうだな、うん、まあ今ねカリス出してくれる分にはいいね。あの相手のくさび減るんで、エムプーサ次引きたいな。ここのエムプーサ強いんだよな。全然引けない。これ転結デッキなんでリテイ刺さんないですねあんまり。あーどうしよっかな。時の流れは弱い。ちょ待って、エムプーサいつ引けるの俺。ねこれ使ってみたなんねえな。えでもね結構いい感じにメフィス使えてんだよな。弱い。通る。こいつコンボ繋がんないんで、もう通る打ちます。オーケー。もうくさび一本もないんでね、これしばらく発動しない。マジザフキーずるくね。ずるいけどつなげるぞ、十分だわ。カットされててもダメージは出てるからな、トールも。これ多分取るな、意識取らないか。それで安く剥がされるの嫌だな。エムプーサ来い、そろそろ来いや。来た来たよ。こっからですね、エムプーサの強みは間入れても入れてよかったけど、ザフキエルが痛いんでね。あでも間入れればコンボスキル発動したのか次。うん、間入れた方がよかったかな。こいつコンボなんだっけ、ライフバでしょう。うん、間入れた方が良かったくせえな。踊れるかな。まあでも勝ったな多分。はい、強い。せっかくならエムプーサのコンボ使いたかったな。てか来るの遅えな。このアンプの位置にエムプーサがいたらね、コンボちょうど使えたんですけどね。あ十分強いっす。このね今はね2ターンしか生きてない、2000しかダメージなかったですけど、序盤に引けばねほんとアドバンテージ取れますね。この駒だいぶ優秀な駒だと思います。今んとこねエムプーサ活躍したっていう試合は取れてないんですけど、あのマナを剥がしたりとかね、エムプーサで、あとは
あのコンボスキルでライフバーストで4500って結構強い値なんですよね。普通にあのビクトリアのスキル並みに強い。ビクトリア4800でしょ、スキルほぼほぼビクと変わんないダメージのライフバーを出せる。あー速流ね、速流はきついな。エムプーサはまだ投げれねえな、春だな。うーん、これね、速流相手だとこっちのエムプーサじゃなくてあの進化の方のエムプーサの方が強いんですよね。これ 1.6 倍なその大したダメージ出ないですけど、ね、ヴィーナスとか引けるんなら、あーどうしようかな、これまだ10枚になってねえんだよな。こっち楽には死なせんぞ。囲ってもいいんですけどね、囲うと結局コンボずっと受け続けなくちゃいけないんでね。まあ一緒なんですけど、結局この状態でも2コンボは食らうんで、そうエルツのコンボ2コンボ食らうでしょう。ルキアで1回防ぎたいんだよな、ここで。共に行きましょう。イシケか、イシケか。大丈夫、夜なら心配ないの。守護者の方が良かったかな。でも守護者だと一旦しか回復しないんで、ここでエムプーサ投げて通るとかしかないよな。10枚、これで10枚だからエムプーサここで投げれるんですね。10枚以上っていうのは、あーそれ痛えな。あと1万ぐらいか、これ残らねえな体力。バイスがいるんで一応こいつでちょっと頑張ってみるか。でアタックも1500で高めなんで、これ残ればワンチャンあるけどないな。でもライフバーこいつも4500あんのか。ってことは1でも残ればバイスで飛ぶかな。一回逃げるかもしれんな、まあ、逃げはしないか。もうつなげるしかないんだよな、リューパって。つなげてきたらもう一気にバイスで飛ばしますが、残れば。相手迷ってるってことは飛ばないのか、これ。よも来た。さあ軽く頭を使いましょうか。迷う。これさ飛ばないな、まだ。どうせ2枚返し食らうんで、ルキアで1回逃げる。頑張れ相手。こいつなエルケス投げてるんで、オッケー勝った。危ねー。はい、これでねエムプーサの火力見せれますね。自分の体力ほとんどないんで、どのぐらい出るかな。4500ってことは4000近く出るか。強い、4000出る。エムプーサ強いな。普通に今ねこいつ置いてから3ターン分生きてるんでね、3000出しつつ、しかもライフバーストで4000で7000でしょ。こいつ1枚でアタックも合わせて8500プレイですね。こいつアタックが1500ちょっとだったんで強い。7000プレイ、7500プレイ、いや強いね。普通にありだと思います。いや正直ね迷ってたんですよ。確かにね強いんですけど、10枚以上っていう、最初の辺に置けない、最初のあの一番初めに辺に置けないっていうちょっとあのデメリットがあってどうかなと思ったんですけど、使い勝手は悪くないですね。普通に今の場面であそこに置けるんなら、耐えれさえすればライフバーストを一気に持っていけるって考えればあれですね。まああのまま一旦しか受けれなかったとしても2000と4000と1500で7500のアドレスしたんで十分な強さ。どうしようかな、これミサトかな。ミサト、リッチ、7、8、9、10。高校だと4手目、先行でも4手目なんですね。エムプーサ置けるの引きたいな。エムプーサ
引けない。まあでもリッチ引けたんで、まあ、リッチ投げてこっから毎ターン1100の毒を浴びせていきますよ。1150ね。今ねマフェリがナーフされたんで、結局この状態のメフィストが一番強いですね。この毒リッチが置かれている状態のメフィスト、守護者でもいいかな。別に出し惜しむ必要はない。なんならあれなんですよね、守護者はコンボ強いんで、こいつ結構2倍になるんでね。まあ置けばここで M プーサ欲しいよな。フォース、こいつそんな強くないな。ワステモス、引けない。強い2倍で毒も入る。バスティモンがいるんでね、なんか使い勝手悪いですけど、言えるのとここら辺通るからとやだな。ヴィーナスがまだ使えるとこじゃないんで、アンプ引きたいな。アンプ出た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 よ。アンプ引いた。ここで一回アンプ投げといて、すごいボイスセンサーついてるわ。 M プーサー来いよ。来ないと使ってみたいになんねんだよな。ここで M プーサー置いても十分だな。いいね、カリス痛いっすけど、エンプーサ来ない。これ一回ルキアここ置いて、でこの後バイあとヴィーナスをあそこの隙間入れてって感じかな。ここで何が出るかだよな。バイセとかだったら嬉しいけど、コンボないし嬉しい。これ飛ばされるとやばいんで、一回ピーナスでイモって、ザフキのコンボ耐えれるんでね。ここ 50% なんで、で次バイセル飛ばすと、いや普通のメフィスになっちゃうな動きが。大丈夫、耐えれるだろう。陣内来てもそんなにないから、あれが大丈夫。やっぱり危な、大丈夫だけどだいぶ危なかったぞ今。はい、強い強いんですが、エムプーさんの使ってみた動画になんねんだよな。ちょっと待て、次でエムプーさん引けなかったら、まあ、ただのメフィスト使ってみた動画になっちゃうな。次ラストにしましょうか。普通に強いな。ラストやっていきましょう。来い。メフィストデッキでね、一番当たりたくないのは吸収パ。こういうこと言ってるとダメかもしれないですけど、吸収パだけはね絶対当たりたくない。吸収はねきついんですよね、結局逃げ切られる。でメフィストね HP が高いんで倒数がきついわ。倒数がほんときつくて、神タンいいっすね。でも神タンならダーシェの方がいいなってなるんだよな。来た M プーサー、やっと働くね。これね引きが嫌だな。まあ初手アンプ2手目で引いた駒、まあ、3手目リリッティエ、いや違う、初手アンプ2手目リリッティエで3手目なんか置いてからの M プーサーだな。それが一番いいな。相手はな効くかな。ここでプティ引いていく、いいね。これでダメージをカットする、だいぶでかい。ルキアか、まあルキアでもいいな。3手目投げるの次ほんまにプティでもね、
この場合だとほぼほぼプティ引けるんで、相手ルキア投げれればプティ出てくるんで、大体調整しない限り。迷うな。次引く駒にやろうわ。ヴィーナスとかだったらさすがにルキア投げる。あ、嫌だな、右手剥がされちゃった。まあ、ここ多分エンデガとつなげてくることはないんで、まあ、一回守護者を置いて、M プーサを置いて、強いね。なんなら守護者2倍になるから、M プーサ3000になるからな、アタック。アタック高いよな、こいつ1500って。おかしいわ。この時点で強い。痛い。マジ痛いんだけど、なんだこれ。ヴィーナス強い。ヴィーナスは強いが、まだ置けないな。ここでやばいの置かれると嫌だな。乗り切ってみせよ。ここでダーシェだったらって考えると、エンプーサよりダーシェの方がいい気もしますが、まあここ飛ばないんでね、仮につなげられても。俺が出てる。まあ普通にこっか。完備はしよう。次ルキア置いてエンプーサ、こんで2000目、ダメージ2000。でここでつなげてこられるときついけど、なるほど。どうしようかな。ここに置くと、2枚返しで飛んじゃう可能性があるんだよな。ヴィーナスか。あなたを導きました。ここにヴィーナスか。私たちの命運はこの一戦にあり。相手ヴィーナス取れないんで、あの3枚返し飛ぶかな。エンデガでも投げてるからな。ルキアの方が良かったかもしれんけど、でもどうせヴィーナスに繋げられたらな、きついから、ルキア投げたところで。次プティルキアで出てくるのを信じて一旦1000。私が案内するよ。1000でこいつが2、4、ロー、ハーと 10% 2800、3800飛ぶくね。飛びそう。3800、飛んだ飛んだ、オッケー。やっぱね、エンプーサの分だけ削れるってのはありました。ただ今回の場合はさすがにあいつの方がいいと思った。ダーシェ神タンはちょっと怖いな。てなわけで、信号もエンプーサ10日の方を使ってみましたけど、まあ、罠を剥がすって場面があんまりなかったので何とも言えないですけど、強かったですね。普通に毎ターン1000を出せるってだけで、3ターン4ターン生きてればね、もう3000、4000ってアドなんで、で普通のアタックも高いんでね、そのアタックも合わせれば普通に、なんか知らない、なんか使用感としては知らない間に相手の体力減ってるって感じですね、こいつ置いてるだけで。今回の超駒でエンプーサ当てたらね、ぜひともメフィスト以外でもね、いろんなデッキに入る。こいつはね、属性縛りがないんでいろんなデッキに入りますんで、ぜひとも使ってみたらどうでしょうか。てなわけで今日の動画はここで終わろうと思いますが、この動画を見てくれた方、よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。じゃあな。